皆さんこんにちは、長方形です。はい、愛媛県松山市からお送りしているチャンネル長方形ですが、今日はね道で来ています。でなぜ来てるかというと、まあこの辺りにあるね廃線跡をね、まあ調査しにやってきました。で今日ご紹介するのはチャンネル長方形の動画でも何回かねご紹介したあの松山電気軌道ですね。あのこの前ファミマになった廃線跡としてご紹介いたしました。それのねあの起点となった駅が、この辺りになります。でそもそも松山電気軌道という会社は、まあ三つの方々がね与鉄に対抗するために立ち上げた会社です。あの与鉄がね、三つから高浜まで延伸したことによって、そのどうしてもその三つはね、まあ、このように港ですので、町がねどんどんまあ衰退してしまう、まあ、それを恐れた、三つの人々が、松山電気軌道という会社を作って、それでね与鉄に対抗して与鉄を滅ぼしてやるとね、まあ、そういう計画を企てたわけです。しかし、まあ、松山電気軌道は1911年に部分開業して、1912年に全線開通はするんですけども、ただそのまま約10年でですね与鉄に、吸収合併されてしまいます。あの開通する前からねもうすでに与鉄にね合併話申しかけていたようなね、まあ、そういうね資金繰りはかなり悪かった会社でした。はい、そしてね、ここにやって今やってきたのがもうねあの起点の駅すぐそこです。はい、今長方形が立っている場所はここには実はですねかつて駅がありました。でその駅の名前は江ノ口という駅でした。で江ノ口があった場所はこの辺り。そしてね数年前にですねまあこういうふうにこう看板も、つけられました。ほら見てください。はい、ここに松山電気軌道通称松電江ノ口停留所跡地と書いてあります。でこちらにも書いてあるようにね明治44年1911年から10年間三つの江ノ口を起点として松山市街を通り道後まで走らせていた電車松山電気軌道通称松電の停留所跡です。はい、ここにはちゃんとあの走ってたこういうのが走っていました。はい、で実際の写真もあるのでね、今多分ね出てると思います。はい、で、ここにね地図がありますので、あのこれをねご紹介したいと思いますが、今長方形がいる場所はここですね。はい、で、まあ、ここら辺に3つの与鉄の駅がありまして、ここが江ノ口の停留所です。そして、松山電気軌道はここからこういう風に、もうすぐこの与鉄の線路ですね、この与鉄の線路のすぐ横を通っていました。はい、でここを通ってもう、こうですね、でこう与鉄の上をまたいで、この与鉄の上をまたぐというのは前回ね動画でご紹介したいと思います。でそして、ファミマになった配線跡はこの辺り、前ご紹介したところはこの辺りですね。はい、で、こう行って、こう行って、こう行ってこう、はい、でここ道後温泉まで結んでいました。でこれを見てわかるようにですね、まあ、ここら辺の線は与鉄の線がもう並行していますので、与鉄が合併してからはねもうここは廃線になっています。でただしここから、ここの辺りですね、はい、ここにこの道についてはこれ現在の与鉄の市内電車の線の、路線とほぼ同じです。まあ、しばらくの間は松電の、廃線跡も、使われてたんですけど、これです。はい、この国鉄がね、開業したことによりまして、まあ昭和2年にね確か、もうこのここからここまでは確か廃止になったと思います。でこれを見ていただくとね、この辺り見てください。はい、この辺りなんですけども、これ江戸谷というね辺りなんですが、もうかなりね密集していまして、当時このね、まあ、国鉄ですね、そして与鉄の郊外電車、そして松山電気軌道の軌道ということで3つのね路線が通ってたというね、なかなかね、すごい場所でした。今回ご紹介するのはこの江ノ口今いるところと、堀川橋、住吉橋、ここまでをねご紹介したいと思います。はい、それではね江ノ口の停留所、ここからスタートしたいと思うんですけど、ここ見てください。まずね、ここにねちょっと斜めになっている道があるの分かりますでしょうか。実はここね昔橋が架けられていました。でその橋は何という川だったかというと、まあその堀川という川ね、前もご紹介した堀川線の名前の由来にもなった堀川がねここ流れていました。なのでここに今ある住宅はなくて、ここはね、まあ、川だったということになります。で松山電気軌道は、まあ、このね堀川、のすぐ隣にね駅がありました。これからね今江ノ口の停留所ですから、これから、堀川橋の方に向かって歩いていきたいと思います。当時はね、こちらから、こっち側はね川でした。ここ川だったところです。でその証拠にねもう少し先に行ったところにちょっとね斜めになっているところがあるので、それがね
まあ、埋め立てたんだなっていうのがよく分かるところがあります。まあ、この埋め立てに関してはね、まあこれはね、まあ、三津浜築港問題というね、また別のね面白い要素が絡んできますが、まあ、ちょっと今日はねあまり説明しないですけどね。はい、でここにカーブがちょっとね S 字になっていると思うんですが、松でもこのように、S 字になっていました。はい、今長方形が歩いているところ、ここはまさにね、松山電気道が走っていたところで、なんと標準機ですね、新幹線と同じレール幅です。さあ見てください、ここちょっとわかるかな、はい、ここねちょっとね段斜めになっているんですね。はい、下っていっているのがわかりますでしょうか。なんでこっちは、川だったところ、こっち川だったところですね。で向こうには、あっち側にはね、稲荷新地という、まあ、遊郭があったところです。それがね昭和の初めに堀川が埋め立てられまして、で、まあ、こちらのね、三津川と向こうにあった、稲荷新地とが、陸続きになります。さあ間もなく、堀川橋という、まあ、電停の、後に到着いたします。堀川橋、あのね松山電気軌道のね配線跡を調べるのがあって、松電のね名称っていうのはね、これがまたねいろいろ変わるんですよ。まあ、堀川だったり堀川橋だったりとかね、もうすぐそこにある、まあ、住吉っていう電停はね住吉橋と書いてあったり住吉と書いてあったりとかね、あとはねこの堀川橋の電停がね地図に記載があったり記載がなかったりとか、なんかね地図結構まちまちなんですね。はい、こちらがね、ここの辺りに堀川橋、または堀川というね電停があった場所です。それではね、今私たちはここからこういう風にやってきたんですけど、この辺りにね、かつて、堀川橋の電停がありました。で、ここにね、堀川橋の親柱が残されていまして、堀川橋かありますか、大正2年9月とあります。つまり松山電気軌道が走っていた頃、このね、親柱は堀川橋にね、実際にこう取り付けられていたことになります。じゃあ堀川橋って一体どこにあるのかということなんですが、はい、こちらです。はい、堀川橋はここのところから向こう側に向かって、ちょうどこの住宅街の間ですねに向かって堀川橋がかかっていました。でちょっとね、堀川橋をね渡ってみたいと思います。堀川橋を、ね、渡れば一体どこに出るのか行ってみたいと思いますね。まあ、ここはね廃線跡ではないですけど、かつて堀川橋がかかっていた場所です。はい、それではね向こうからこっちの方に向かってやってきました。で、こちら、はい、海です。で、向こうにね明治のカール見えますかね、もうあそこでしかカール作ってないんですけど日本でね。でカールのところあたりからこっちにこう伸びてきてる、ここが堀川支線の跡です。前ね動画でご紹介した堀川支線はちょうどこの向こう側になります。でね、あの前の動画でね、ご紹介したあの前あの向こう側からねこっちに向かって道がつながっていたという話をしたのを覚えていらっしゃいますでしょうか。あの道というのが実はあそこです。あそこの、 あのピーチのピーチみたいな看板、違うねピーチじゃないけど、あの軽トラックがいる場所ね、あの場所からこっちに向かってかつてはね道がつながっていました。はい、でそれがあの、まあ、今はねこういう風に、うん、実行されてなくなってはいるんですけど、昔はここから向こうまで行きができる、できていました。いやなかなか面白いですね。さあそれではね再び松山電気軌道の配線跡を巡るツアーに戻りたいと思います。はい、それではね堀川橋の電停まで戻ってきました。それではここからね、こっちに向かって、住吉の電停まで行きたいと思います。で住吉の電停ね、名前によっては住吉橋とか住吉とかっていう風に書かれてるんですけども、まあ昔のことなんでね、まあ、地図によって住吉橋だったりとか地図によっては住吉とかねいろいろ書かれてます。なのでまあここは一応ね間を取って住吉という言い方をしておこうと思います。で住吉の電停ね、まずその住吉の電停についてなんですけども、あの松山電気軌道がね開業部分開業した1911年では
住吉の電停が松山電気軌道の、まあ、終着駅でした。住吉から、道後温泉までつながっていました。まあ、実際には、ね、一部間つながってなかったんですけども、まあ住吉が起点でした。ですが、それから工事をして、まあ、もっと、ね、港に近くないといけませんから、向こうの、ね、江ノ口の電停まで、1912年に、つながって、それで、まあ、松山電気軌道は全通開通したということになります。まあね、実はね、もっと言えばね、本当はもっと先まで伸ばしたかったらしいんですよ。大市場があったあたりまで伸ばしたかったらしいんですけど、まあそれはね、まあ、地図上ではまあ、計画線みたいな感じで、ね、青写真が残っていたりします。はい、さて我々は、ね、今ずっと向こうからやってきました。そして、まあ、こう来てるわけなんですけども、はい、ここにね、カーブがあるの分かりますでしょうか。はい、ここのところね、湾曲していると思います。はい、しかも緩やかなカーブです。実はここが、まあ、かつてね、路面電車がカーブしていた跡と言われています。このようにこういうふうにカーブしていっています。で、カーブした先にあるのが、このね空き地みたいな空間に出てくるんですけども、ここがねかつて、住吉の電停があった場所です。まあ、実際にここにあったのかちょっと向こうにあったのか定かでないですけども、まあ、このね妙に開けたスペース、ここが住吉電停の跡と言われています。で、一応ね道の方によってね、あの看板もかけられていまして、ここですね、この廃線を訪ねてということで松山電気道住吉橋停留所跡と書かれています。で、ちょうどね向こう見えますかね、江ノ口の停留所跡というところから私たちはこうまっすぐやってきて、まあ、現在地というところにやってきました。江ノ口の停留所からは550メートルぐらいあったみたいですね。はい、で、今日はねここまでなんですけど、これから先ね、今その現在地というところからその宮前川を渡って、道後の方にね行ってみたい、行かないといけないんですが、それはまた、ね、次の動画で撮りたいと思います。はい、それではね、こちらがねさっき言ったあの住吉の電停があった場所なんですけども、見てください。はい、こちら側にはなんと伊予鉄の三つ駅があります。はい、伊予鉄の三つ駅とこの住吉の電停というのはもう非常に近い場所にありました。まあ、なぜかというと、もうわざと作っているんです。松電側が伊予鉄を滅ぼすためにわざと、乗客を奪うためにこの場所に電停を作りました。で、向こうのね三つの駅と、このね、まあ、住吉の電停ではすごい合戦が当時繰り広げられたそうでして、まあ、金をねこうガーッと鳴らして、まあ、こっちに乗ってください、こっちに乗ってください、しかもこっちが安いよみたいな感じでね、お互いが、まあ、料金の面とかでもね、まあ、安くするよみたいな感じでねやっていて、まあ、伊予鉄側も松電側もそれで結構体力を、ね、消耗してしまったらしいです。まあ、ただし、まあ伊予鉄側の方がね、まあ、歴史長い、なんといってもね日本初の本格的な軽便鉄道の伊予鉄ですから、まあ、当然ね松電の体力の方が、まあ、長続きしなくて、まあ、というかね松電はねもう生まれた瞬間からもう合併をする気でいたようですので、もう資金面ではもうね本当にね松電っていうのは不足していました。なので、まあ、約10年を経て、伊予鉄にね吸収合併されてしまって、この辺りの路線もね一応残すということになったんですよ。合併する条件として松電の路線も残してくださいねということになったんですけども、まあ、国鉄が開通してした時に、とうとうね廃止になってしまいました。まあ、国鉄が通ったんだからいいでしょっていうね、前ね、なぜ予算性が曲げられてしまっているかというね、そのお話にも触れられるところです。で、まあ、三つ側もね当時やっぱりその国鉄と誘致をしたかったと思いますよ。だって伊予鉄がね高浜に延伸したのが、まあ、全ての始まりでね、それからねこの三つの町というのはねどんどん衰退の一途をたどっていってしまってるわけなんですから、まあ、なんとしてもねお客さんに来てほしいということは、やっぱり鉄道とか便利なものが必要ということで、まあ、当時の三つの人は頑張っていたわけです。はい、ということでね、今日ね松山電気軌道の、江ノ口の停留所から、住吉の電停まで、廃線跡をね見てまいりましたけど、いかがだったでしょうか。これからねなかなかアクロバティックなね廃線跡を巡りです。なんせこの橋をね、松電は渡りますからね、そういう情報もねまた次の動画でねぜひご紹介したいと思います。それではまた次の動画で会いましょう。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それではさよなら。